この男、水タイプです。特性は水浸し。練習場に必ず汗で水たまりを作ってしまうのでございます。あまりの代謝良さに幹部から名付けられたあだ名は滝。そしてこの男、やはり草タイプが弱点。ピーマン、人参といった野菜は大の苦手。そしてここで皆様、指導部長の名前を思い出してください。木村、そう、木村なのでございます。効果は抜群です。そんな木村指導部長に毎日のようにしごかれたこの男ではございますが、本日は流れるようなリーダーで皆様を感動の渦に巻き込み、頬を濡らしてみせることでしょう。お涙頂戴、いや、お涙ゲットだぜ、指導部参加。